冬平石も控えっていうかやっぱ故障とか多かったから、あそうなんですね、そのメインで試合に出たっていうのはあんまりなかったと思うんやけど、はい、それでもやっぱりベンチにいてもランナーコーチ行っても、はい、そういうキャプテンとしての、はい、あれをしてたから、だからみんながそういうなんかしっかりした学年やったし、はい、でまあ面白いエピソードで言うたら、どんな学年やったで、まあまあこれは言うてまあまあ後で編集したらええんやろうけど、はい、あの俺のコーチ室あれやろ、はい、寮の、はい、で俺練習終わって部屋帰ったんよ、ちっちゃい部屋やからコーチ室で、はいはい、ほんだら香水の匂いがえらいするんよ、ポンポンおかしいなで、俺持ってた香水やんねんな、はい、ほんでパッて開けた俺の香水やらこの匂いと一緒やねん、はい、俺は振ってるわけないやん、練習終わった後やねんか、はい、帰ったら部屋のなんか香水の匂いだらけや、はい、で誰か俺の引き出し上げて見よった思うて、はい、で平石読んで、はい、キャプテンやから、はい、読んでばい言うて読んで平石来て、はい、お前誰や俺のお前部屋でお前タンス上げて香水振ったやつ言うて調べ今から、はい、言うて、はい、振った平石ももう顔真っ青や、はい、そうですね、そうですね、なあやらかすやつ、そうそうそう、ですよね、ほんならもう広間みんな集めて平石が聞いてんねんけど、はい、誰ももう言うてけえへんわ、はいはい、やばい思うんかどうかそれもそうやわな、はい、ほんだらお前、まあ後から俺は知ったんやで、はい、ほんだら上重が2階かなんかの手洗い場で、はい、髪の毛洗ったり体中洗ってんやて、はい、何が消してる平石見たらお前何してんねん、はい、って、はい、上重に、はい、清水さんいつもええ匂いされてるから、はい、どんな香水使われてるんかな思って、はい、開けて振ってもうたとか言ってお前か言うて、はい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 、それ上重君合いびき行くよってやるんですかね、いやほんで俺は帰りしなに平石に、俺が家着くまでに誰が着こたか絶対調べて電話してこい、はい、言うてるもんやから、はい、あいつもう必死やわな平石も、はいはいはい、で、ね、上上がったら上重頭洗うて証拠隠滅、証拠隠滅してこの寒い時になんで体準備びじょびじょになってやってんやろう思ってお前か言うて、はいはい、お前言うて、はい、すぐお前電話せえ言うて、はい、で俺着くほんまの家に着くちょっと前に電話がかかってきて、はい、上重やすいませんでした言って、はい、僕が着こてました、はい、あお前かい、はい、明日立て待っとれ練習前に待っとけ、はい、俺車でバー行ったら上重トレセンの前で、そうですね、直立不動で待っとんねん、はい、で俺止めて、はい、で俺無言やん、はい、車降りて、はい、寮入って工事すぐまで無言でそのままやったら、あいつ後ろからテコ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 ついてくんねん上重もうな、はい、教育されるの覚悟で、はい、そうですねと思うわ、はいはい、もう今お前日テレのアナウンサーしてるような顔ちゃうで、そうですよね、そうですよね、うん、人生に二度とない顔ですよね、そうそうそうほんまにずっとついてきて、俺工事室入ってでな、はい、上重にお前か、はい、まあ、お前の勇気に免じて、はい、許したるって、はい、もう二度とすなよよう言うてきたってほんまやったや、はい、みの言わんとな、はい、あれするところお前、はい、やばい勇気いったやろ言うて、はい、よう言うた言うて、その気持ちに免じて俺許したろ言うて、あ別に使ったことがどうとかじゃなしに、やっぱり自分の部屋をこう誰かが見たんやっていうのが俺はもうあれやったから、はいはい、まさか選手が見ることないって思ってるやん、はい、まあでもそれしかないんやけど、はい、まあ興味あんのは分かんねん、はい、子供やからな、やっぱり大人の人がどんなそうですね、な、はい、それは俺らも経験してることやから、はい、あれやねんけど、そういう学年まあ言うたら話飛ぶけど、
だから紙って香水パッド使ってしまって行っていける、やっぱりこの度胸がすごいですよね。まあ、興味があったんやろな上重の、はい、やっぱその辺からもうアナウンサーになるあれがあったんやろなあいつも、はい、そういう、はい、あの素質が、はい、笑い話やねんで今は、はい、絶対弱いな。そら平石に言わしたらむっちゃ面白いよ。あその話上重とってまあいろんなことがあった学年、まあそやから